こんにちは。TSFCM テックスクールフォーチェンジメーカーズを運営しております、中条孝之です。今日は DeepL と GAS を使ってですね、翻訳ツールというのをですね、使うテストみたいなのをやっていこうと思います。ちょっと応用編になってしまうので、まあ、詳しいことは省きながらやっていこうと思います。この DeepL のですね、API というのがございまして、ちなみに DeepL というのはご存知ですかね。ちょっと検索してみましょうか。deepl.com/translator こんな感じで、画面が出てきたらですね、例えば、なんでしょうね、おすすめのレストラン、どこですか？東京の、みたいな感じで言うと、英語で答えてくれたり、まあ、英語だけじゃなくて、いろんな言語、オランダ語とか、ハンガリー語とかでも訳してくれる。で、サジェッションもいろいろやってくれるっていう感じですね。で、これをですね、Google のこのスクリプトでですね、やっていこうというのが今日の内容です。このね、無料でできるバージョン、DeepL API Free というのがございまして、まあ、1ヶ月あたり50万文字であれば無料で使えるよとのことなので、まあですね、まあ、1ヶ月50万文字以内に収められると思いますので、まあ、開発者向けに発行できるので、これをですね、やっていこうと思います。詳しい DeepL の API については、こちらドキュメントございますので、後で YouTube の概要欄に記載しておきます。はい、では、早速、これに登録してみましょうか。開発者向けで、こちらですね、ご利用中のプランということで、私はすでにこれ登録しちゃってるんですけど、こっちでちょっとログインしてみましょうか。まず、メールアドレスとパスワードですね。まず、ユーザー登録してみましょうか。無料で体験するっていうところですかね。はい。で、開発者向けというボタンがございますので、この右側ですね。で、この左側にこの DeepL API Free というのがございまして、こちら無料で登録するというボタンを押してください。で、新規アカウント作成ということで、速攻しましょうと。はい。で、メールアドレス、パスワード入力したら住所とか書く感じですね。で、クレジットカードの登録が完了したら、いよいよですね、こう、利用規約みたいなのが聞かれますので、こちらチェックして、無料で登録するというボタンを押せば発行されるかなと思います。はい、発行されましたね。認証キーを取得するというボタンがございますので、こちらかな？押していただけると、まあ、この画面になりまして、で、現在のプランが2023年5月を使える有効ですよとなっていて、で、こちらのアカウントというボタンですね。このアカウントを押していただくと一番下ですね。DeepL API で使用する認証キーと書かれてますので、こちらコピーして使用しようと思います。こちらのキーですね、もし見られた場合は、こちらの新しい認証キーを作成するというボタンを押して、新しくキーを発行することもできますと。私これ使いますね。後でキーは再発行していこうと思います。では、こちらですね。DeepL キーというところに貼り付けてください。この星印を消して、こんな感じですね。貼り付けていただくと。で、保存します。こちらのプログラムは後で、キータというですね、ブログサイトに記載しておこうかなと思っています。とりあえず、今メッセージの中に、カタカナでハローと入れてみました。で、日本語だったら JA になって、まあ、日本語以外であれば、英語に変換するようにしています。はい。じゃあ、一旦ですね、このメッセージ、ハローが翻訳されるか、ちょっとやってみましょうかね。ちょっとこれ実行してみますね。実行。そうすると、はい、エラーが出ましたね。こちらのドキュメントの中の、この、エグザンプルリクエストの中に、オーソリゼーションは DeepL Auth Key っていうのがあるので、この DeepL Auth Key を最初に付ければ動くかなと思いました。まあ、これは、動きましたね。私のターミナル上では動いていたので、こちらですね。まあ、ちゃんと、そうですね。動いていた。例えば、ハローワールドをドイツ語にってやったら、ハローベルトになってますので、おい、世界を日本語からドイツ語だったら、ヘイ、ベルトになってるので、まあ大丈夫でしょうということで、これで実行してみましょうか。実行すると、あ、しっかり来ましたね。ハローがハローになってますね。ちょっとこう、さっきテストしたんですけど、ここを例えばメッセージにして、で、ここの DE を
ラングにしてあげれば、例えば何でしょうね。今日の天気はっていうのを英語にしてもらいたいとき、まあ、JA、もし日本語があればすべて英語にするっていう、いうふうにしていますので、これで保存して実行してみましょうか。そうすると、しっかり書いてきてますね。テキスト。What's the weather like today? って書いてきてますね。で、これ、What's the weather like today? をコピーして、こちらに貼り付ければ、今度は英語なので日本語に変わるかな。あ、変わんなかったですね。何かがおかしい。です。今、新しく is English というファンクションを一個追加しました。で、例えば日本語だった場合は、JA が返ってきて、もしメッセージが英語だったときは、はい、EN が返ってきます。なので、英語だったら日本語に変えるプログラムですね。ちょっとこれ実行しましょう。そうすると、今、英語から英語になってるかな。ちょっとこれ逆かな。日本語だとなるかな。日本語で実行すると、逆だな。あ、もし、英語だったら日本語に変えてもらいたいので、こうですかね。はい。で、今日の天気はっていうメッセージが来たら、はい。英語になるし、もしメッセージが英語だったときは、はい。日本語になるというプログラムですね。まあ、これをですね、記事の作成で、日本から英語に自動化したり、YouTube の日本語を英語にしたり、英語のなんか翻訳してほしいものを日本語にしてあげたりとか、翻訳のチャットボットを作っても良いのかなと思いますし、まあ結構汎用性が高いんじゃないかなと思って、今回ご紹介させていただきました。ぜひですね、こういった AI に関する動画だったり、あとプログラムの基礎だったり、Unity の講座とかも出してたりしますので、もしよろしければ、そういったのもご覧いただけると嬉しいです。それでは最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。チュース。このチャンネルでは、毎週金曜18時に、プログラミングやテクノロジーが学べる動画を配信しています。毎週月末の金曜18時には、テーマを一つ決めてライブ配信もしています。知識が全くなくても、動画の通りに行えばプロトタイプが作れたり、作ったプロトタイプを実際に発表する場を設けたりしています。また現在は海外に住んでおりますので、現地に住んでいる人を仲間にして、短期間でその仲間たちとプロトタイプを作り発表したりもしました。それから豪華なゲストをお呼びしてインタビューを行ったりもしています。 TSFCM テックスクールフォーチェンジメーカーズも運営しています。詳しくは概要欄の公式ページをご確認ください。最後に、チャンネル登録といいねを忘れずに。ご視聴ありがとうございました。